忍ポさんがニコニコ超会議に、とある女性に対して、まあ、謝りに行くと、会いに行くっていうふうに宣言していたんですが、その、会いに行くって言われていた女性が警察に行ったそうです。はい名前はデカモモちゃん。足抜きさんのやつで見たんですけど、えー、デカモモちゃんが警察に相談したそうです。はい デカママさん X に投稿。以前警察に通報した話。3回ほど千葉の警察に電話したが、警察相手してくれなかったという。警察に言われたこと、名前出してるだけ、騒ぎ立てる周りがおかしい。あなたが配信やめたらいいと思います。など言われたそうです。感傷、ね、感想、イニシャルだし、実際何かされてるわけじゃないからダメみたいということで。 でデカモムさん、超鍵行く予定だったんですけど、忍法さんが来るってことであの辞退するそうです。忍、は、法、い、さんはそれを聞いて、こんな追悼をしてました。某女性、単純に不快な存在になった。被害者ぶって 系統を向けさせるとか、いじめの構図、そのままだ。なんでこんなに悩んでいたのがバカみたいだ。一生視界に入れたくない。幸い来ないようなので助かるわと、闇た,たらしいね、X が投稿されたそうです。ハニーポーさん。デコモモちゃんに向けてのツイートですね。 あのー、その前は、デカモモちゃんに謝りたいとかね、デカモモちゃんと会ってちょっと別に好きという思いじゃなくて仲直りしたいってことを言ってたんだけど、デカモモちゃんのその行かないっていうことに対してに激怒したと。はい。それによってこんな投稿がされたそうです。でね、ニコニコ超会議はね、あの、なんかね、ツイキャスやフワッチでもやれるそうなんでね、あの、ネタ、 ネタがね、ない方は言ってみてね、やったらいいと思います。妊婦さんっていう方は性格が悪いことが売りなのですかそうですね。妊、ま、婦、あ、さんは、まあ、性格悪いです。それが売りですね。この前は、妊婦さん、なんかあの、 殴られたことあるんだよね。まあ、殴られたっつってもちょっと小づかれたぐらいなんだそれで警察団たになったことあるね。ニコニコ、障外議で。大変だったということです。はい。<laughs> じゃあ次のニュースいきます。次は小前くんですね。小前くんがループ状態に入りました。 昨日、まあ、スロットを打っていたんですけれど、軍資金が尽きて、ふわっちで、小敷きをしたと。まあ、いつも配信者小敷きなんですけど、まあ、露骨の小敷きがあったと。はい。でもすごいのが、まあ、スロットを打つためにお金くださいというふうに、放送していたんですが、まあ、一回目ね、10万円ぐらい貯まって、打ちに来ました。まあ、5万から10万かな。ええー。で、また、あの、北斗の剣を打ったんですが、また軍資金が尽きたそうです。 え、画像出しとこうかな。で、そのまた、えー、ふわっちのね、あの、サイトに来て、小じをしたと。えー、で、それでもまあアイテムがまた飛んで、10万円ぐらい稼いだと。えー、まあ、5万から10万ぐらいね。いや、すごいよ。もうね、 普通にシンプルにパチンコ打つためのお金くださいって言ってたんだよ。普通の配信者では飛ばないじゃん、そんなこと。なんでギャンブル代に上げなきゃいけないんだって。でも、小前くんのリスナーさんは、よしよし、お前がそこまで言うならつって、めちゃめちゃみんなが投げてた。もう一丸となって投げてたね。一人じゃない。何人かが投げてたね。だから人気配信者だね。2000人ぐらいいたかな、ふわっち。2回目は。1回目、 まあ、10万円、その、アイテムもらってて、ね、で、2回目の方でも、アイテムこじきしてもらって、また、うちに行ったんだよ。はい。でも、また、なんか、負けちゃったんだよね。で、3回目、また、ふわっち来たのかなええー。で、3回目のふわっちは、お金を貸してくださいになりました。で、聖地とか、まあ、いろんな配信者に連絡してね、金を貸してくださいと。まあ、その結果、 養分伊藤さんに15万円借りたそうです。えー、だからビンゴ売ってたのかなビンゴ。あ、25万円か。15万じゃなくて。養分15万だろ計20万借りたちょっと待ってよ。あと5万は誰に借りたの政治が借りたのええー。25万円借りた 15万の後に10万また貸してる養分が嘘でしょ追い金で養分はさ、もう貸さないって言ってたんだよ。もうちょっとそれはもう、小前くんが潰れるまで見たいっていうふうに言ってたんだけど、あいつ優しいな。うん。養分も困りすですよ。奈々ちゃんから5万借りてる。ええー。で、本当は、今日ホテルね、 出て、なんか日本に帰る予定だったらしいんだけれど、気づいたら整理番号4番をね、手にしていたそうです。なので今日も打つ予定ですね。はい。昨日俺見たら最後なんかジャグラー打ってたね。そのジャグラーも打ち終わって負けてたって感じ。で、その借りたお金とかトータル的に入れると、700万円超えって俺は聞いたんだけど、コメントで800万円負けと。 言ってどっちが正しいですか ?700 万、800万。ええー、まあ負けているそうです。850万負けそうだろう。どうなってんのこれ。だからもう本当に今、廃状態だから、冷凍も高いからさ、夢見ちゃうんだよね。スロットでさ、 万枚出せば、一枚120円で回してるんでしょ ?360 円ぐらいでしょ万枚出れば、いくらだ ?360 万出るってことじゃあは。120万か。うん。取り返せなくねうん。取り返せんの。じゃぐら一枚300円で回してるやばいね。ひりつくね。900円でしょ もしジャグラーがうまくいってまんまい出したら300万ってことか。でもそれでも半分、もう取り返せないよね。もう無理だね、ちょっと。あの、取り返そうと思うならもうカジノ行ってばかりやった方がいいよ。正直。ね、スロットではもう取り返せないでしょ、だって。 一平比べればどううってことないない、まあ、そ,う考そうギャンガスっていうのはねなんかそういう考えをするんだよだから俺もねお金がない時はレベゼン地球は10億円借金してるって思考になったりとかするんだよね、うん、だから駒く君も多分一平は、ね、24億円、ね、借金してるそれでやってるんで俺はマシじゃんっていうねその都合いいねその考え方するんだよ 一平に似てきたけどな。似てはないでしょう。はい。まあ、ってことでね、えー、小前くん、えー、現在、えー、まあ、800万の負債を抱えているということです。まあ、800万負けて、25万円の借金をしていると。他にも借金してんのかな、これ。はい。ってことですかね。 で、現在もスロット打ってるってことです。とんでもの損失。今何打ってんだちょっと見よっかな。マイクの枠。<noise> また北斗打ってるよ北斗はもう勝てないって、これ。勝ったことあんの北斗で。なんか、ゴッドで出してるイメージがあるんだけど、北,北,北斗はさ、出してんのこれ。 北斗の天性打ってるよ。いや、ゴミ台ではないけど、面白いけど出たらね。こんなんもうたまに打つぐらいだよね、こんな天性とか。そんだけ好きなのかなほとんど負けてるでしょ絶対ゴッドがいいよな。